オーガニックラジオ。この番組はオーガニックを楽しく美味しく紹介する番組です。オーガニックの歴史や哲学から個性豊かな生産者まで、時に真面目に時にふざけて、自然の風に任せてお届けします。はい、オーガニックラジオ、今日は3回目の放送になります。先週は私ちみちゃんがちょっとバタバタしておりましたので収録ができなかったんですが、今回3回目ということで収録をさせていただきます。今日お越しになっているのは、大変私お世話になっている農家さんで、ちょっと気恥ずかしい気持ちもあるのですが、奥丹波里山農園の岸下正純さんにお越しいただいています。岸下さん、こんばんは。こんばんは。声がちっちゃい。今日は岸下さんに今取り組まれている農業のことをお聞きしたいんですが、まず就農してどれぐらいになりますか？8年ぐらいですね。8年。うん。それまでは何をされてたんですか？それまでは会社を経営してましたね。どんな会社だったかお聞きしてもいいですか？金属加工ですね。なるほど。でその会社は、もう辞めてから農業を始められたということで。そうです。何かきっかけはあったんですか？まあ東北の震災が一つのきっかけにはなりましたね。2011年。きっかけっていうのは、例えばなんか身近な方が亡くなったとか、どんなきっかけがあったんですか？そういうのではなくて、人間の自然に対する無力感ですかね。どうしようもない、自然には勝てない人間の力のなさ、そこは何なんだろう、人間って そんなに無力なんだろうか、私たちは何もできないなという感覚。じゃあもう少しそこを考えなきゃねということで、仕事はもう続けている場合ではないと。それをじゃあきっかけにもう辞めたっていうことですか？お仕事を。そう。でなぜその農業に？農業をしようと思ったわけではなくて、自給自足、食べ物を作るってことですね。というのが、田舎に来て自給自足というのをやりたい。そこには自分たちで作る安心感というか、一般的な農業はいろんなものを使って簡単に済まそうとしている農業が多いんで、それは例えば農薬だったり化学肥料だったりということですよね。そうね。それがやっぱり人体に対してとか自然に対してどういう影響があるかを考えると、やはりそこで考えるよね。自分たちは今まで何をどうやって食べてきたのかっていうのをすごくこう考えると、いやーそれでもよく生きられたなという感覚はしますよね。生きられた。人間は強いもんだな。でも今そういう薬のことを言い出すと、結構その影響が今になって出てきてるような感じがしますよね。なんかアレルギーが多かったり、なんかいろんな病気がね、昔はなかったのにっていうふうに。それよりもその人間的に考えた場合に、なんといい加減なものというか、そういう発想自体が情けないというか。でもなんかもう便利便利の世の中になってますもんね。手軽にとか簡単にとか。今は資本主義の世の中ですからね。お金第一というそういう観点からいくと、それも
やむを得ないということも考えられますけどね。そうですね。じゃあちょっと深い話になっていきそうなので、先に聞きたいことを聞きます。今は、どのエリアで農業をされていますか？どの地方で？丹波市一島町、はい、北奥という、はい、ところで、ね、北奥ですね。北奥はね、結構新規の就農者の方とかもね、増えてたり、移住者がちょこちょこ来られている地域になります。そうですね。そちらで、主にどんなものを作っていますか？最初来た時はお米、それにこう野菜類、もう全般的なもの、いわゆる穀物と野菜を。今は米関係はここに移住してきた若い人たちにちょっとやってもらって、はい、自分では主には野菜関係ですかね。たくさん、年間何種類ぐらいになるんでしょうね。結構作ってるよね。年間、まあ、種類からいくとそれは100種類ぐらいやってるでしょうけどね。なるほど。で、面積にしたらどれぐらいですかね。今もうどんどん増え続けてますけど、今はだいたい預かっているのが2兆5単ぐらい、2兆野菜で2兆っていうのはね、どれぐらいの面積かというかね、どうかなと思いますけれども、ちなみにその作ったお野菜とかはどういう形で販売をされていますか？まあ、今はそうね、会員制のそういったオーガニック関係のね、そういうのを求めてる方々にお野菜セット、野菜セットとして販売してますね、主にはね。はい、そうですね。まあ、体制というかはもうご夫婦でっていう形で、と、まあ、私一味ちゃんが手伝わせていただいてまして、そうね、まあ無理しない程度にやればいいなとは思うんですけど、それにしても2兆は多いです。なかなか広いですよね。なんかそのお野菜を作る上でこだわっているところってありますか？こだわりね。あ、ちなみに言うと、岸下さんの農法としてはなるべく何も使わないというかね、動物性堆肥なんかはもう使ってないです。動物性堆肥っていうのは、そうね、最初の方はいろいろ試験的にやってましたけども、今はほとんど使う時はないですね。そうですよね。あんまりカテゴライズするのはどうかとは思いますけど、まあ、自然栽培みたいな形に近いものになるんですかね。まあ身近にあるものを利用する。米ぬか程度とか、そういうものを少量、使うことによって、まあ土ごと発酵するというか、そういう感覚ですかね。でもね、十分に立派なお野菜できますよね。そうですね。あと、そのなぜその、まあ、有機農業というか、まあ、有機農業してる中でどういうことを考えて日々取り組んでいらっしゃいますか？そうね、野菜の心的なものを知りたいなとは思うんですけどね。心、野菜と会話ではないんですけども、まあそういうものが分からないものかなと思ったりしますけど、なかなか分かりませんね。はっきり言ってたまに聞こえますか？なんとなくたまに挨拶する程度ですかね、今は。そうか、野菜の気持ちか。でもよくなんか菌なんかで言うと、まあ、例えばお味噌作りだったりとかしたら、そのお味噌作る時に美味しくなれとか、美味しい味噌になってねみたいなことを声をかけると美味しくなるって聞くんですけど、野菜もそんな感じかな。まあ挨拶はしますよね。いろいろな掛け声をかけて挨拶はしますよ。野菜は何て言いますか？無言ですよ。
そうですね、まあ、いつかね、うん、聞こえてくるかもしれないですよね。そうね、なんか私もあの全然農業知らない状態で市島町に来たんですけど、やっぱりなんか畑に入ってると感覚が、まあ、第六感っていう言葉になるのかな、わからないけど、なんかこう五感でないものを意識で感じるような、うん、あのものに出会う時があったりするんですけど、うん、なんとなくこの人参なんか間引いたり大根間引いたりするでしょ、うんうんうん、そうするとどれを間引けばいいのか確かにめっちゃ、うん、なるべくなら間引きたくないんだけど、うん、やっぱり間引かないとこう成長的にもそうです、ね、まあ良くないんで、なんかあれもおなんていうの小さいのを間引けばいいっていう話でもなさそうな気がして、そうじゃないね、うん、違いますよね、なんとなく気が合うんですよね、うん、合います合います、でもなんか小さいやつでもこれと思って間引いたらなんか違う時があって、うん、あこの人抜かれたくなかったって思う時がある抜けない時があるんですよ、ある、ある、引っ張っても、うん、これは抜いたらあかん、折れちゃう折れちゃうっていう、 うーん、そういうなんとなくね、うん、それとか枝を切る時とかも、うんうん、どの枝を、そうそう、どの枝をとか、うん、どの芽を摘めばいいとか、うん、そういうのってなかなかこう判断が難しいけど、確かに、うん、なんとなく聞くんですよね、うんうん、これでいいか、これここでいいかと勝手にね、でも確かに何かその私たちの目には何ていうの、まあ、例えばこれが悪いから切ろうみたいな感じに映るけど、うん、野菜の気持ちとしては違うかもしれないですもんね、何、うん、かそれは切らんといてとか何かちょっとそのちっちゃい枝をこう描いたことでめっちゃ傷になったよとか、何、うん、かそういうのはありそうな気がしますね、そうそう、うん、まあ自分の自己満足なのかもしれないけどね、まあ、そこはでもまだ今のところは分からないですね、うん、分からないね、うんうんうん、そんな岸下さん、まあ、目標というか何を目的にその日々脳に向き合われているかを聞いてもいいですか、うんまあ、脳というのを通じて自然を知るっていうことも一つありますよね、うん、自然をいろんなものを、まあ、山、川、うん、植物も動物とか、うん、虫とかいろんなものを、うん、理解することによって、うん、まあこれは愛とも言うけど、理解することによって自分自身が何者かが少しずつ分かってくるかもしれない、うん、そういうのを脳を通じて、うん、まあ、そのスタンスはそうね、自然農なのか有機農業、うん、いろんなこう言い方あるけど、うん、まあどれも OK なのね、うん、どれかダメでどれがいいっていうもんではなくて、うん、それをいろんな分野から考えることによって見ることによって、うん、またその答えが一つずつ分かればいいなと思いますよね、うん、うん、確かにもう今はもうね、そのお薬とかでその虫とか草とかをやっつけてしまうから敵だと思って、うん、そうするとちょっと見えてこないこともあるかもしれないね、それが本当は人間の目的でもあるのにね、自然界を知るっていうことが一つの目的なのに、うん、それで薬使ったりして草を殺してみたり虫殺したりするっていうのは、その部分を、まあ、見えなくするよね、うん、自然界はのものはどういった生き方をしてるのかっていうのが、うん、せっかくのチャンスなのに目を摘んでしまうよね、うんうん、そこの部分が、まあ、人間の生き方、うん、なかなかそこに向き合うのは、うん、気づくのは難しいかもしれないね、うん、まあ、そういった方向から今の社会は見ないからね、自分自身を、うん、だからやっぱりみんなそれで、例えば自分の体に何かトラブルが生じたり、うん、例えば病気になったりとかした時に初めてそういうことに気づくかもしれないです、うん、そういう、うん、人間はそこまでいかないとなかなか気づかないのかなとは思うけど、うん、もっと根源的なこの人間はどういうのを目的としてこの世界にいるのかとか、うんうんうん、そんなことをやっぱり
いろんなこと考える必要があるよね。まあね、人間も自然の中の一部ですもんね、生き物、そうそう、生かされてる。うん、で、私、岸下さんがおっしゃってた言葉で、よくその小学校とかで、まあ、どっか林間学校とか行った時にみんな先生が自然を学びましょう、自然を学ぶんですよっていうをっていう助詞をつけるんだけど、うん、そうじゃないっておっしゃってて、私たちは自然に学ぶんだよね、学ぶ、うん、なければいけないっていうのは、うん、すごくハッとしました。なんかそれがやっぱり大和的な日本民族的な発想かな。うん、まあ、西洋の方々はやはり自然をですよ、上から、うん、人間が上から自然を、うん、いろんなもんで使っているんだという発想だけど、日本人はそうではないよね。うん、なんかでも私、日本人もなんか人一般がやっぱり人間様が一番偉いぞというような感覚を持ってるような気がする。うん、うんうんうん、でもね、ふっと気づけばそうじゃないよっていうことは、うん、わかります。うん、全て生かされてるのに、うん、この世界は、うんうん、あともう一つ教えてもらったことは、ちょっと前までは土の時代だったけれども、うん、今は風の時代に変わったよっておっしゃってたじゃないですか。うん、そうだね。なんかあれはどういうことかっていうの。まあ土っていうのはこの現実世界と一緒で、目に見えるものを重視した世界、物質的なものを、物質変調とも言うよね、うんうんうん、物質的なものが重要なもの、うんうん、風っていうのは目に見えないよね、うん、だから目に見えないその心とか意識とか、うん、そういうもの、それはとても大事なものだっていう、うん、そういう時代の流れっていうか、うんうんうん、変化、うん、それが今、うん、みんな肌で感じてるんじゃないかなと思いますよ。結構、うん、そんな感じはします、うんうんうん、でもやっぱりそうでない人もたくさんいるし、やっぱりまだね、うん、そのなんていうのかな、お金が最優先みたいなところはありますよね。うんうんうん、うんうんうん、そのあたりの価値観というか、うん、それを少し別の角度からこう見たら、うん、ああ、まあお金も大事なもんだけども、うん、お金よりもやっぱりこう人間的なものって、うん、大事なものって何なのか、田舎の方に住んでるとやっぱその豊かさっていうものが分かってくる、うん、本当に必要なもの、うんうん、そうだね。やっぱ都会にいた時は、まあ、いろんな物質的にもたくさん溢れてるから、うん、あんまりそういう豊かっていう意味が今よりも分かってなかったなっていうふうに思ったりします。うん、うん、まあ街に言えばね、そういったものが溢れてるし、うんうん、何でも買えますもんね。そうね、うん、まあ、そういった、うん、身近なものっていうのは影響を与えますよね。うん、あとはなんかその今その丹波市の市島町というところにいらっしゃるんですけど、うん、なんかそこを選んだ理由みたいなのはあるんですか。まあ移住を考えて、うん、いろいろ家とか、うん、そういうものを探してた時にね、うん、別にこの丹波市市島町でなかったらいけないっていうことは全くなくて、うん、そこの場所に惹かれたんだろうね。うーん、一目見てピーンと来たんですか。まあそれはある意味人が選ぶんじゃなくて、うん、土地が選ぶっていうからね。うん、土地に呼ばれたんかもしれない。うん、うん、ここがいいからおいでよってね、うん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 、そんな感覚。うーん、そうですね、みんなそういったいろんなつながりがあるんでしょうね。うん、あ、ムカデがいる。ん、ムカデがいる。どうする、どうする、ムカデが出ました、集落中に。びっくりした。思ってんじゃん。遠くへやらなあかんね。え、うん、あ、びっくりした。よう分かったな。いや、なんか目の端になんかチラ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 っておるから、あれと思ってみたら、
あでもちっちゃいから赤ちゃんじゃない、うん、ムカデは外に逃がしました。何の話してたっけ。あ、なんで丹波やったんだろうっていう話だ、うん、まあ、でも土地に呼ばれてきたっていうこと で、 でも結構ね収録お時間がねそろそろになってきましたので、うん、あまだあるんですけど、これからについて、まあ、例えばこれからの時代とか、うん、まあ、これからの農でも農業でもいいし、なんかそういう部分に関して感じていることはありますか。そうね、これから時代はかなり変化すると思いますよ、うん、2、3年のうちに大きな変化になる、うん、まあ、そこでやっぱり人間はどうやって過ごすか、何を考えて過ごすかでしょうね。何を考えたらいいでしょうか。今はやっぱり時代を愛と調和という方に向いてますからね。だから利他の心と言いますよね。利他、自分優先ではなくて、その利は他にあると。他の人々とか他のものというのを大切に、それがまあ調和という、助け合い、やはり支え合いという、そういうものがものすごく大事になる世の中になるんじゃないでしょうかね。なんかあれですか、私はあなたであなたは私みたいな、なかなかそこまでは至りませんけど、難しいね、人間だけではなくてね、自然界のものもやっぱり自分と同じように動物とか虫とかってこと、草とか、そうそう、大切なものとして存在するなっていうこと、私たちはこれから何をしていったらいいでしょうか。何をするんでしょうね。あ、ちょっとストップしようかな。岸下さん自体はこれからどうしていきたいとかありますか。あ、でもみんな仲良くねって言ってるよね。そこら辺はなかなか簡単そうで難しいですよね。自分たちは何をすべきかっていうのはなかなか難しいことでもありますよね。でもやっぱり今は同じようなこう志というか、思いとか価値観を持った、まあ、仲間たちって言ったらちょっと変かもしれないけど、なんか人たちがこう周りに集まってきてる感覚があって、まあ、でも同じような人たち、同じ思いの人たちでは、あんまり新しい発想はないんですよね、反対に言うと。なるほど。今のそうやった人たちとも一緒にやるけども、また違う人たち、今現在こうここに住んでいらっしゃる方々とは、なかなか相入れないところがあるんですよね。相入れない、考え方としてね、いろんな農業的なものの考え方としても相入れない部分があるんです。でもそういう方々とどうやって折り合いをつけていくか、うまくやっていくか、それが調和で、またこの地域の、まあ、コミュニティ的な、まあ、共同社会というか、そういうものはどうやってこううまく作り上げていくかっていうのも非常に重要な問題です。だから気の合う者同士では新しいものはなかなか生まれにくいんです。反対に言うと、どうしたらその他の人たちを巻き込めるかとか、一緒にやって同じ方向を向いていけるかっていうことですね。そういう方々とどうやってこう新しいそういう地域、村、そういうものを共同的な、ものを新しく考え直す必要がありますね。今、旧態全とした田舎の
ルール的なものがいっぱいありますよね、うん、それをやっぱりお互いのこう話し合いの中でどうやってこう、うまく、うん、まあ、折り合いですよね、うんうんうん、昔から日本人のその中には、うん、どっちもうまくいくように折り合いをつけるという、うんうん、そういう言葉があるよね、うんうん、それこそが調和ですよ、うんうん、そういう地域を作らないといけないんじゃないかなと思いますよ。農業でもそうですよ。農業でも観光農業、有機農業、うん、いや私は自然の、うん、いうこと言うけど、それはそれぞれが自分勝手な思い込みに過ぎないから、うん、どうやってその中で新しいというか、確かにもうその言葉で分けると、うん、なんか違うものっていうか、うん、有機農業はこうやけど自然のはこうやみたいな、うん、なんかよくわからんあれが生じてしまいますね。そうですよね、うん、それめっちゃ感じます、うん、そういう壁を取り払って、うん、本当にいい社会、そういうものを想像していくというか、うん、作り上げていく、まあ、それがこれからのこういった地域の課題でもあるんじゃないかなと思いますね、うんうん、私は結構みんなで一緒に農業とかのジャンルは超えて、なんかみんなで楽しむ、うん、楽しいことをするっていうのがいこうかなと思う。そうだよね、うん、うん、本来人間は喜びの幸だからね、うん、今は苦しいかもしれないけどその先には喜びというものがあるとすれば苦なくなりますよね。苦はなくなるから、そういった未来を描くことが大事なのかな。うん、うん、ありがとうございます、うん、他に何か、うん、他に何か言うことはありますか。うん、またおいおい、おいやじゃあこの辺で締めさせていただきます、うん、今日は奥丹波里山農園の岸下正澄さんにお越しいただきました。岸下さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組は有機の里一島より一島丹波太郎の提供でお届けいたしました。